はい、こんにちは。今回はですね、ナビが、ね、いっぱいありますけれども、はい、それぞれのナビでね、画面どんな特徴があるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。真ん中にいるのがですね、こちらマツダコネクトの、バージョン上げました、バージョン55ですね。ミックヤ製のナビゲーションシステムが載っております。はい、でね、まあナビの精度というか表示自体はですね、個人的にはまあ良くなったかな、前のやつに比べればと思います。はい、その上がですね、 Xperia Z3 のスマートフォンに Google マップのナビゲーションシステム、Google ナビをですね表示しています。はい、その左、これね、ちょっとね、置きにくいんで見にくいかと思いますけども、以前もご紹介してるね、あれです、ゴリラです。ゴリラ、もう6年前だったかな、5年前だったかな、はい、ゴリラをセットしてます。そしてその下、はい、こいつですね、はい、これがですね、 Xperia Z4 タブレットに Yahoo ナビゲーションを表示しています。ということで4個のナビをね、今表示させてます。目的地は名城公園です。はい、定番の名城公園まで向かっておりますので、まあどういうね表示をそれぞれするのかというのをご覧いただければと思います。ちなみにですね、 Xperia Z3 の一番上のねナビの方はですね、 Xperia Z3 自身の GPS と、を使っています。そして Xperia Z4 タブレットもこちらはですね Wi-Fi モデルとなりますので、 Xperia Z3 の Wi-Fiテザリングをですねしてですね、ます。ただ GPS 自体はこの Xperia Z4 タブレットに積んでますので、その GPS は本体を使っているというような状態になります。ゴリラはもちろん本体のみで動いてます。今ですね、空港線の高架下にいるんですが、Xperia Z4 はなんかちょっとくるくる回っちゃってますね。約3キロほど道なりです。うん、ちょっとうまくつかめていないのかな。はい、マツダコネクトのナビゲーションですけれども、表示としてはですね、まあ前よりは良くなっているかなとは思いますが、やはり再起動はですね2回かな、発生してから発生します。フリーズして再起動、ナビゲーション再起動は発生してますので、ナビの問題というよりはまあそのシステムそのもののね問題なのかなと。およそ700メートル先、左方向です。はい、こちら今ゴリラの声ですね。今ですね、撮影はソニーの RX100 Mark II で撮っております。ちょっと G10 がですね電池がなかったので、なのでどういうアングルかっていうのは最初に決めてはいるんですけれども、今ね見えてないので、もしかしたら変なちょっと角度になっちゃってるのかもしれません。まあ、こんだけねナビ表示させるとね非常に危ないんで、はい、基本的にはもう道はね覚えてるんで、ナビは特に見ずに運転しますけれども、この先渋滞があります、左方向です。まあこのねどこで曲がるかっていうのもナビの特徴もあるのかなと思います。基本的にはね、1本左の通りに
出るためにどこでじゃあ左折するかっていうようなところだと思いますけれども、渋滞考慮がですね、まあゴリラ以外はあるので、エクスペリア Z4 がですね 10.1 インチなんですけれども、こう見るとですね、やっぱ大画面のナビ非常にいいですね。うん、これぐらいのマツコネ積んでくれると超インパクトあるなと思うんですけれども、まあ何よりね、情報量が非常に多い、自分の周辺かなり広い範囲まで表示できますし、まあここのね、今道路もここまで表示しているにもかかわらず、さらにこっちね、情報が量があるので、次のですね、曲がり角まで表示されているというような、非常に分かりやすい情報量かと思います。やはり大画面にね、こんだけの情報出るというのは嬉しいもんですね。この先右折専用レーンがあります。画面の表示はですね、タブレットの方はですね、Wi-Fi につなげて更新かかってますので、キャッシュが持っている地図が切れるとですね、まあ表示がね、ちょっと一旦途切れたりするのかなっていうのはあります。あと何よりもね、山奥、まあ山とかね、およそ700メートル先、左方向です。行った時にはですね、電波がないと、まあ、表示できないという、致命的な問題もありますが、この辺はですね、マップファンのオフラインの地図とかな、あったのかな、いうようなのを活用すれば、まあそこそこ使えるのかなというふうには思います。等身長で曲がってみようと思います。今非常にね、夕方ということで、まあ、名古屋都心渋滞がですね、激しくなってくる時間帯です。 Google マップにもですね、赤い渋滞のビックス情報、ビックスじゃないな、渋滞情報がね、載っているかと思いますが、まあ、非常に見やすくできているかなと思います。はい、曲がりました。くるっと、いかがでしょうか。はい、ちょっと Z4 はね、回転遅いですね。この辺りのおよそ700メートル先、境を右方向です。曲がり角の感度というのはいかがでしょうか。あと自社位置ですね、マツダコネクトちょっとずれてる、あ、戻りましたね。およそ400メートル先、境を右方向です。右方向です。およそ300メートル先、境を右方向です。およそ300メートル先、境を右方向です。まもなく右方向です。はい、境にやってきました。まもなく境を右方向です。到着予想時刻ですけど、 Google マップが残り9分 2.3 キロ、マツダコネクトナビゲーションが41分なんで5分、残り5分ですね、 2.4 キロ。そして Yahoo のナビゲーションが42分着なので残り6分ですね、 2.3 キロ。そしてゴリラが到着予想が42分ということで、ヤフーナビゲーションと一緒ですね。 Google マップのみが3分遅いという到着予想時刻になっております。Google マップとですね、ヤフーナビはですね、基本的にまあ、カスタマイズとか表示状態何も変えずにそのままインストールして
ポンと表示しているだけの状態になります。右方向です。右方向です。右方向です。はい、ここの微妙な曲がり具合もですね、マツコネはさすがにおよそ2キロ先、左方向です。スムーズに斜めを向いている時もちゃんと斜めに、はい、車載ナビはなりますね。他のは曲がり切った後に、まあ、90度なる感じになります。およそ300メートル先、直進方向です。およそ700メートル先、およそ700メートル先、名城公園南を左方向です。その先、目的地周辺です。この先、右折専用レーンと左折専用レーンがあります。まもなく直進方向です。目的地周辺です。音声案内を終了します。ということで今回はですね、ソニーエクスペリア Z3 の Google マップナビゲーションとマツダコネクト、バージョン55のナビゲーション、ミックウェア製のシステム、そしてこちらエクスペリア Z4 タブレットでヤフーナビですねを使ったナビゲーション、そして最後、まあ、端っこですけどこちらポータブルゴリラナビゲーションシステムで表示した、それぞれねどんな挙動するかなっていうのを表示させていただきました。まあ道が単純でね、そんなに
知ってる道ですし、知らないとこに行けるかっていうようなシチュエーションでもなかったので、まあどれがどうだというのはちょっとコメントできないですけれども、まあ、こんな表示の差がナビとソフトウェアであるんだなっていうのをちょっとね自分も帰って見てみたいと思いますけれども、まあ皆さんはどんなナビをお好きでしょうか、そしてどんなナビをね、まあ Android などのタブレットで使っていいでしょうか、またおすすめ等ねあったら教えていただきたいと思います。どうもありがとうございます。